生日おめでとうございます。お父さん認めてくれるかな今日。認めるも認めないもないよ、もう結婚しちゃったんだから。でも次は本当の孫も抱かせてね。あ、そこでみんなと会ったよ。知らない人いた。山崎です。ジロンさん職場の話よくしてくれるけど山崎さんの話聞いたことない。特別な人？相談者の方が聞こえない方で、韓国の人みたいで。本当に助けたいなら君が担当すべきだと思う。最善を尽くしてほしいしね、福祉課主任としては。夫としては？まあ、知らないところで会われるよりはいい。地震です。大丈夫。余震に気をつけて。大沢妙子さんは啓太さんのお母さんですね。はい、啓太は前の夫との子供です。連絡お父さんに。いえ、妙子には何も君のことは話してないから。ずるいですよね、次郎さんも。勝手に出て行って勝手に戻ってきて4年も放っておいて父親ずらして、どれだけあなたを探したか知りもしないで。